このレシピ、材料とこの作り方さえあれば、あなたはですね、もう毎日簡単にこのスーパーダイエットドリンクをね、作ることができるんですよ。朝飲むだけで痩せるダイエットドリンクお伝えしていきます。この動画では1、なぜこのドリンクで痩せるのか、2、痩せるドリンクとは何か、3、痩せるドリンクの作り方と簡単レシピをお伝えしてまいりますね。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE のご登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速お伝えしてまいりますね。1つ目です。なぜこのドリンクで痩せるのということなんですけれども、ポイントがあります。2つあります。1つは基礎代謝を朝からですね、爆上げしてくれるから。そして2つ目、中性脂肪の吸収を抑えてくれるからなんです。朝はまだ体が眠っていますよね。そこでこのドリンクを飲むと体がですね、一気に目覚めてくれるわけなんです。そうしたことが結果、朝から痩せる体質に変わるお体づくりになるわけなんですね。なのでポイントは朝からですね、このドリンクを飲むということなんですよ。それでは1つ目です。なぜこのドリンクで痩せるのかなんですけれども、その理由は主に2つあります。1つはもう朝からあなたの基礎代謝を上げることができるんですね。結果、燃えやすい体になって1日過ごすことができればいかがですか。どんどん脂肪を燃やしてくれるお体になることができますよね。そして2つ目は中性脂肪を抑える効果もあるからなんです。いかがでしょうか。脂肪は燃やしてくれる、そして余計な脂肪の吸収を抑えてくれるわけですから、もうですね、これはもうスーパーダイエットドリンクと呼んでもいいと思うぐらい、今からですねお伝えするドリンクを毎朝ですね、朝一番にお飲みになると燃えやすい体になって痩せることができるんですよ。ではここから2つ目です。痩せるそのドリンクとは一体何でしょうかということですが、それはレモン白湯を飲むことなんです。私はですね、実は別動画でもこのレモン白湯お伝えはしているんですけれども、今回のこの動画ではさらにですね、続けやすいレシピでご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ということで、まず白湯の効果です。こちら冒頭のこの1でも少しお伝えしましたが、とにかくすごいんですね。もうまず白湯を朝一番に飲むことで眠っていた体が目覚めます。内臓が温まるからなんですよね。でその体温が1度上昇するだけで、なんとですね、基礎代謝が 10% から 13% もアップするんです。すごくないですか。朝白湯を飲むだけでですね、運動も何もしてないのにですよ、代謝が上がるわけです。イコール脂肪を燃えやすい、溜め込んでしまったカロリーを消費しやすいお体へと変わることができるんですね。そしてそのすごい効果のある白湯にプラスアルファ、今回レモン白湯ですが、このレモンを入れるところがポイントになるんですね。こちらレモン効果です。もうレモンといえばね、ビタミン C が豊富だなとか、そういったことはねご存知だと思うんですが、レモンってすごいんですよ。ここです。フィトケミカルという成分があることで、あなたの中性脂肪の吸収をね、なんと抑えてくれるんです。朝一番からですよ。そうなるといかがですか。これを飲むことで1日そういった体質になれるとしたらいかがでしょうか。これは最強のコンビ、スーパーダイエットドリンクということになるわけなんです。では3つ目です。痩せるドリンクの具体的な作り方、簡単レシピということなんですけれども、実は白湯ってですね、奥深いんですよ。もう本当に極めようと思ったら、もうとても細かな工程を得てやっと作れるというものなんですが、いかがでしょうか。よくその、こだわりの白湯を作る時はですね、もう本当に火をかけて沸騰したらまた弱火で10分また火をかけるとかですね、手間がかかるわけです。例えばこだわる方とか、私もね前してたんですけども、土鍋でお湯を沸かしたりとか、
もうその作る容器ですよね、その材料を入れるその素材もこだわる、道具にこだわるっていうところを、まあいろいろねあるんですよ、あるんですよ、なんかいっぱいあるんですけど、私ね正直お伝えしますと続かなかったです。なぜかというと大変なんです。朝から手間暇かけてお菜をね作るっていかがですか。そのもちろんこだわる方はよろしいんですけれども、例えばもう本当にねご自分の身支度もあり、仕事の準備もあり、ご家族のね食事の準備とかゴミ出しとか、なんかお弁当作りとかめちゃくちゃ忙しくないですか。いや本当特に女性のですね、私たちってもう朝戦争ですよね。はあ、もうこんな時間とかなりませんかってイライラとかしたりね。そこでです、そこでもう今回もう私はですね、もう編み出したこのレシピ、材料とこの作り方さえあれば、あなたはですねもう毎日簡単にこのスーパーダイエットドリンクをね作ることができるんですよ。なので私の作ったですね、そのレシピと作り方を今から最後ご紹介して終わりたいと思います。でまず材料なんですけども、準備するものとあえてお伝えします。もうね材料なんてね言うようなものじゃない、もう本当に簡単なんですよ。私簡単レシピ大好きなんです。なぜかというと続くから。あのですね、やっぱり続けることが大切なんです。どんなに痩せて痩せますよ、いいものなんですよって言ってもやっぱ続かないとダメなんですね。で特にこういったダイエットなんかはもう本当にあの時間がかかるんですよ。逆に時間をかけないとまあできないっていうことなんですよね。それぐらいお体変えるって大変なことなんです。その時にいかがでしょう、続けることが難しいダイエットっていかがですか。もう絶対続かないですよね。そこで簡単が一番なんですよということです。でせめてですね、私が今からお伝えするこのレシピを最低3ヶ月間毎朝続けてください。そうすればあなたはもう本当に痩せ体質に生まれ変わることが、ね、おできになります。1ヶ月2ヶ月はちょっとねその、まあ、個人差はありますけど難しいと思います。やはり体質改善ですから最低3ヶ月はまず続けてみてくださいね。ということで早速その準備するものなんですけども、こちら耐熱用のマグカップと、こちらみたいに天然水、まあ、お好みでよろしいんですけれども、私はだいたい朝一はまあ1カップ 200ml 程度ですね、まあ、これは 500ml 入ってますけれども、まあ、こちらの、まあ、多くても半分ぐらいの量を用意しましょう。そしてここからが大切なところなんですけれども、ご紹介しますね。私が一押ししたいのがこちらです。イオントップバリューのアンデスのふもとで育ったスライスレモンを使うんです。でこれ何がおすすめかってですね、素晴らしいんですけども、防カビ剤やワックスが不使用のレモン、しかももうカット済み、しかも冷凍、いかがですか。すっごく楽なんですよ。例えば市販のこの丸ごとレモンを購入してしまうと、もう必ずほぼほぼワックスかかってますよね。で輸入物が多いですから、その間やっぱり腐らないように防カビ剤がもうたっぷり振りかかってるわけです。なので私はそういったレモンの時はもう国産じゃない限り50度のお湯で50度洗いという健康法を使って、もうそーっと力込めてね洗うんですよ。そして農薬やこういったワックス剤、余計なものを全部取って、そしてまたカットしですよ。これだけでどうでしょうか。朝からできますか、そんなことということですよ。私はしません、できません。なので見つけた時も感動したんですね。こちらは南米チリ産のレモンなんですけども、ちゃんとこういったねあのお薬が不使用、まあ、そういったこう不使用のレモンを使ってくださってますから、もうすごく便利なんですよね。で1袋あたりが 130g 入ってまして、もうこのままちょっと開けてみますよ。どんな風になってるかと言いますと、もうね開けた途端にレモンの爽やかな香りがねするんです。あ、すいません、あのですねこんな感じ、こんな風にカットしてあるんです。綺麗なんですよ。それでね、酸っぱいのがお好きな方はここ書いてますけど、3つ目ですね、冷凍レモンスライスを1から2枚、1枚じゃ足りないなって方は2枚ね入れていいと思うんですね。こういったのを先ほどの
耐熱容器に入れるわけなんですけれども、お好みでいいと思います。最初からレモン入れてもいいですし、お水を入れた後白湯ができてからレモンを後入れてもいいんです。で、私のおすすめはもう ここからね、作り方なんですけれども、先ほどのこのお水をですね、まあ、200ml ですから、まあ、これで言えば大体半分の量ですね。これを朝起きたですね、マグカップを持ってきてお水を入れます。で、お水もできるだけ天然水でお願いします。水道水よりもやっぱ天然水です。で、こうしてだいたいこのマグカップ、私このサイズでだいたい200、まあ、1カップぐらいなので毎日でこれ朝入れるんですけど、で、私はこのままですね、電子レンジで作ります。めっちゃくちゃ簡単、まあ、できればね、こだわる方は親缶で沸かしてもいい、親缶がなければ電気ポットで沸かしたお湯でもいいんです。とにかくお湯を作ればいいんですよ。お湯を作っちゃえばもう OK。 で、特に私はですね、もう時短です。もういかに時間をかけないかっていうところにですね、重きを置いておる、おりますおりますので、今からですね、私の朝のルーティンをお伝えします。朝起きます。このマグカップを片手にこのお水を入れて、まずは電子レンジ 600W でだいたいね、1分半か2分ぐらいチンします。で、もちろんこれがね、 1000W の場合は1分でも十分かなと思うんですけども、結構ね、熱々作ってみてください。で、飲むポイントは人肌程度に温め、人肌程度の、まあ、温度にちょっと下がるまでね、待ったれるか、まあ、もしくは最初からその程度の温度で設定されて作る、まあ、そこはもうお好みです、お任せです。ただいいのはですね、例えばその熱々が苦手とかですね、猫舌なんですっていう方はですね、お湯を作った後にこの先ほどお伝えしたレモンスライスを入れると、これが氷代わりになってすぐに飲めるね、温度になるんですよ。これ良くないですか？もう感動です。なので私はお湯を作った後にこのレモンを入れてかき混ぜて、で、よろしければちょっとこのスプーンとかでちょっとこの果肉をですね、ほぐすとレモン果汁がもっと出ますから、最後召し上がっていただいてもいいと思うんですけれども、これを飲むともうすぐ飲める温度に、ね、なってるんですよ。いかがですか？めっちゃくちゃ簡単、もうこれだけでいいんです。もう賞味いかがでしょうか？レンチンする時間入れてももう1分半から2分でできませんか？あっという間で、その間も何か他のことしてていいんですよ。朝ごはんのね、材料冷蔵庫から出したりとか、何でもいいんですよ。もうとにかく続けることが大事。続かないと効果がやっぱり、ね、出ない。で、そして最低でも3ヶ月効果が出るまで続けてみてください。早い方はね、もう1週間で出る方もいらっしゃるし、3週間ぐらいにも体重がどんどん落ちる方もね、やっぱいらっしゃるくらい、このレモン白湯おすすめですから、ぜひぜひあなたも今すぐ取り組んでみてくださいね。では今からこの動画のまとめです。1、なぜこのドリンクで痩せるのか。それは朝から基礎代謝が上がり、中性脂肪の吸収も抑えてくれるようにできるからでしたね。では2つ目です。その痩せるドリンクとは何かと言いますと、レモン白湯でしたね。そして最後3つ目、痩せるドリンクの作り方レシピですけれども、簡単でしたね。耐熱用のマグカップとお水とレモンスライスでした。中でもおすすめは天然のお水を使うこと、そしてこちらトップバリューさんの冷凍のスライスレモン、ワックスや防腐剤などが不使用のものを使うでしたね。そして最後作り方は簡単でしたね。マグカップにお水を入れて電子レンジでチン、その後にレモンスライスを1、2枚入れるだけです。これを最低でも3ヶ月間続けてくださいね、というお話でしたね。さあ、このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。毎日配信しておりますので、毎日ぜひご覧ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。